本日は朝早くから応援に現地に来ていただきまして誠にありがとうございました。選手たちはそれぞれにですね、頑張ったと思います。この後ですね、選手高校からもですねまた報告ありますのでどうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございます。選手はよく頑張りました。各大学が非常に強化をしているというようなことが皆さんも分かったのではないかなと思います。一貫のミスが全体をやはり下げ後手後手に回ってくるような形になるという駅伝だったかなというふうに思います。本日は応援ありがとうございました。最終的に、個人で東海大学の名取さんに1分以上つけられて負けてしまって、不甲斐ないんですけど、今できる力っていうものは今日出し切ったっていう形で、本当に今日の走りで、今自分の力が他大学と比べてどこにあるのかっていうのをはっきり分かったので、残すところ、あと箱根駅伝だけですが、あと2ヶ月あるのでもう一度しっかり練習をし直して、チームの一人としてしっかり貢献できるように残りの期間やっていきたいと思います。応援ありがとうございました。よくいった。2位入賞おめでとう。